国際純粋、応用物理学連合とは、物理学の発展及び同分野での国際協力を目的とする各国の物理学会や学術アカデミーによる連合組織であり、国際科学会議を構成する非政府組織の一つである。英語略称は i o p ップ、不都略称は w i p 九百二十二年にベルギーのブリュッセルで設立総会が行われ、十三カ国の 物理学会による協定で設立された。この時、ヘンリー・ブラック、マルセル・ブルアン、ロバート・ミリカンや日本の長岡・ハンタローラ創タたる顔ぶれが設立発起人となっている。翌1923年には最初の総会がパリで開催された。現在は59の国、地域の組織が加盟している。日本の加盟は東京数学会社から、 日本数学会へ変更が行われた後に、当時会長を務めていた西名義夫らの参加によって実現。戦後、日本数学会と日本物理学会の相互発展を願い、分離が行われた後、日本物理学会及び応用物理学会が参加。現在は日本学術会議が日本を代表するヨパップ、会員となっており、日本物理学会や、 応用物理学会などとの連絡機能を担っている。現在は若手物理学者を表彰し激励するために様々なメダルや賞を授与している。イ o パップの組織は3年ごとに開催される最高意思決定機関である総会と理事会及び18の分野ごとの委員会によって運営されている。各国物理学関係学会に与えられた投票権は平等である。 事務局は現在は、米国東部のメリーランド州に所在し、総会での議決に基づき、様々な事務処理などを行っている。イオパップの代表者は、総会で選出される任期3年間の会長を1名が、務め、各委員会などからは、多数の副会長が選ばれる。1993年から1996年には、欧米人以外では初めて日本の山口義雄が、 会長を務めた。2005年の第25回総会では、日本人2人目となる、牛尾田史義克が次期会長に選出され、2008年から会長に就任している。ありがとうございます。